エフスクの住宅地区、メンデレーエフスクのモスクメンデレーエフスクの歴史博物館、カルポフ科学工場メンデレーエフスクは、ロシアのタタールスタン共和国北東部にある都市。鎌川の北側の支流であるとイマ川の岸に立つ。鎌川をせき止めニジネカムスク港を形成する、ニジネカムスクダムはこの付近にある。タタールスタンの首都火山からは東へ240キロメートル。 イジェフスクからは南へ1 7 0トル、ナーベレジヌイエチェルヌイとエラブガからは2 0トルほど、メンデレーエフスキー地区の行政中心地でもある。人口は2002年国勢調査で22,027人。ボンジュガ村の近くに科学工場が建てられたのが1868年のことである。この工場の周りにできた工場長が現在の市街地である。 1928年にはこの工場長は、都市型集落、ボンジュジスクとなった。1967年には、ボンジュガブラ、チヒエゴールイ村、レニの村を併合して、市となり、その際に一時期この科学工場にいた、周期表の作成者として名高い科学者、ドミトリ・メンデレーエフを記念して、メンデレーエフスクと改名している。メンデレーエフスクには、 かつての科学工場創始者の邸宅とオフィス、神原聖堂など19世紀の建物が残る。1995年には新たにモスクも建設された。1994年には歴史博物館も建てられた。鎌川沿いのかつての地平ゴール井村で1917年の夏を過ごした文学者、ボリス・パステルナークの展覧会などを行っている。 付近のイルネト村にある聖堂や学校などの建物、タタール人の村である、コクスハン村のモスク、トゥラエボ村にあるフン族のフンボなどもこの地方の見どころになっている。主な企業には、R. カルポフ化学工場、メンデレーエフスクアゾート化学工場など大きな工場がある。またナーベレジヌイエチェルヌイにある自動車会社、カマーズの部品工場などもある。 ブグリマナーベレジヌイエチェルヌイアグルイズとタタールスタン東部を南北に結ぶ鉄道がこの街を通っている。ありがとうございます。